こんにちは県庁ですこのコーナーは静岡県広報課がお送りします。 今日は第2火曜日スタジオに川勝知事をお迎えして県政についての様々なお考えをお話しいただく川勝知事のラジオトーク布国有徳の理想郷静岡です知事おはようございます,お,いますお願いいたします今日のテーマは富士の国の文化資源の発信を語ると、はい、もう知事のお得意のジャンルじゃないかと思いますかもうね富士の国芸術回廊というお考えをずっと提唱されていますけれども、はい いかかでですか浸透具合とはまあ,あでしょうただね「ええ、あの回廊」という名前がさっと出てくるのはやはり東海道、はい、この「回廊」はまあっすぐですけども「ええ、回廊」というのは回る方ですけどもねだけどあのそういうあの、えー、天下の街道がここにございますんで,、うんええ、でこの天下の街道は交通、はい、あるいは経済、はい、産業と、まあ、いうことが中心でしたけれども、うん、しかし誰でもすぐ分かるんですけども。うん 例えばこの間のたこ祭りねたこ揚げ浜松祭りね祭り金谷のお茶祭り、はい、あるいは島田のまげのね、はい、あるでしょう要するにああちちこちに素晴らしい文化があるんです、ええ、だからこれは芸術の街道でもあると、うん、だけど東海道だけでなくて、うん、その川筋に例えば天竜川が上がっていけば三作坊であのなんとか田楽、うんて言ったかな すすごい面白いのあるんですよそれとかね、うん、いろいろありまして、はい、でそれぞれの街道筋から上がった下がったところにいろんなものが残ってるんですよ。うんうん、でそうしたものも入れますとねこれは本当回廊だと、うん、富士の国全体が芸術資源を持っているということでですね、うん、まあこれを芸術回廊というふうに称したんですが、うんはい、その浸透度というところで見ますとね、うん この間たまたまあの静岡県と浙江省の友好提携30周年記念事業ということで浙江、ええ、省から公共楽団がお越しになられて静岡あフィルハーモニーとかね、うん、えっとご一緒にですね、うん、あの合道親善演奏会 そこにねたくさんの人が会場にお越しくださってそこで知事指揮をなさったのそうですよね私は指揮しましたけど花芳流っていうねあの方はね僕オーケストラバックに2個を弾いたんですよそうですってねすごかったもうさ大したもんですそれでも最後2人で抱き合う中になってやっぱりね言葉を通じなくても芸術で そうですそれで私はブラームスの「ハンガリー舞曲」の五番を振ったんですけれどもその中国人も私は振るだけでしょでもこの人はそれに合わせてバイエーシ演奏してくださるですからもう完全に通ずるわけですねですから言葉がね通じなくても心が通じるということでその方に来てくださっていたその方大体クラシックに関心がある方だから「芸術カエルご存知ですか?」って言ったら「 3人に1人33%の人が知ってるとか聞いたことがあるとた人人にでですすそうかただそれっていうのはやっぱり長く続けていって初めて浸透してくるっていうものもね長く続けていくっていうことは文化っていうのは続けてこそ文化ですからやっぱりそうなこはね経済はねすごく大事なんですこれは必要条件でお金持ちになったとじゃあどうします そのお金をどう使うかってそして仮に大震災なんかでそれが失われたとその時に何によって励まされるかというともちろんお金は必要ですけども歌を聴いたとかあるいは一つの演劇を見たとかあるいは一つの絵を見たとかあるいは地元のお祭りができたとかねそれで励まされるでしょうだから本当にねこれは人間だけがね芸術を作れるし。 楽しむことのできる、そういう力を持っている。まあ、最近は植物に持たれてかすると、美味しい。ともかく、まあ、ともかく。美味しいお酒もできる。いろいろあります。けどなるほど。それはいい話。ともかくね、そういう芸術というものを。大事にしてるということが大事だと。で、私も、あの、その式というのもね。子供たちが一緒に。演奏する。静岡公共楽団の催し物があるんですよ。そこで。今まで三四回。ふらしていただいて。 そういう子どもたちにねあの、えー、子どもの時から接し,していると何、うん、かの時にそうそう励まされるだけでなくて励ますことのできる、うん、そういう大人になれるとそれがねやはりこの芸術を大事にしていこうという。芸術回路そそれれ自体の言葉はそれよりも、うん えー、そうした芸術文化が花咲く、うん、そうしたものは富士の国によく似合うと、うん、いやもう本当に心の振幅も,こうあの幅も広げていってっ豊かにしていくそれこそがこう人への思いやりの心も育てるということだろうと、ねね、思いますけれども、はい、あの今回の浙江交響楽団とそれから静岡フィルハーモニー管弦楽団の合同親善演奏会に、まあ、成果としてはそういったようないろいろなことが終わりになったということですね。そうですね、うん、もう大変皆さん 聴いてる人も演奏した人も良かった良かった良かったという感想が寄せられているので、それはもうありがたいことだったと思います。またあの音楽以外にもあの多彩な文化資源にこの静岡県っていうのは恵まれていると思うんですけれども、あのどうでしょうかね。あまり意識はされていないですかね。意識されてないですね。うん、もうともかくこちらの財産が、うん、あー地元の人はほんの そこに来てる人たち知ってるけれども周りの人たちがあまり知らないっていうことがありましそこにあって当たり前っていう意識もねあるのかもしれない久能山東照宮も国宝でしょあの久能山東照宮の落合宮司さんも宮崎県の方でしょですから土地の方じゃないそれだけにこの久能山東照宮の価値というものが分かったと日光東照宮にも勝ともおさらぬというそれがあったと思いますよねそれから羽衣だって知らない人がいない土地の人は一緒にしっかりしてるけどそんなに見に行かないと。 いうことがございます。脳の羽衣の舞台、あれも滝木のなんかなさっておられるでしょう。あれもね、どう、あの天女がなぜ降りてきたか。切れたからだと。富士山がバックにあって、駿河湾があって、その白砂の松林があって。あ、ここなら綺麗だから降りてきた。私にぴったりだわみたいな。降そこにいた、白陵なるね、漁師はですね。 その羽衣を拾って返すわけですけどもその返し方がね踊りを見せてくれるなら返してあげるって言ったでしょうところがインドネシアにこの羽衣伝説があるんですけどねその羽衣を取っちゃってね「結婚しなさい」と「子供を育ててくれ」と「子供がある程度一人前になったらお返ししてあげる」ってそういうねもうかなり全違うわけですね。 大だけですしかもねじゃあ返してくださいっていうふに天女が言うでしょそうすると返してしまったらそのまま帰るんじゃないのていうそういうね疑いを持つのは人の世界で天女の世界天女の世界に寄せることはないとこうおっしゃるわけですよでそれで弾じいた白漁はさっと返すんです。 なんと人がいい <laughs> <laughs> そうでしょですからね、ねこの羽衣の物語というのは天女が綺麗だから降りてきたで、そこに、えー、たまたまいた漁師はね、うん、それをお返ししてそしてゲーシの曲をにまってざーっとこの春月の中に富士山の方向に向かって帰って行かれたという実に人の心も きれいにすするお話ですよねうんうん、うん、それをまたずっとこう伝えるというねそ,の,そうあの伝説をこう伝えていくっていうそれもまた一つ文化の形であるわけですからね。 でもあの、久野の東照宮っていうのも、私もあの、この前あの、<っ>この番組の女子会で遠足に行った時に行ったんですね。そしたらあの、正直言って、ちょっとケバケバしてるものだと思ってたんですけど、あの一つ一つの芸術性たるや、あの、ボランティアガイドの方に説明していただいたら、もう本当に奥が深くて。 もうそれまでの私の今までの,あの,あの久能山東照宮への見方もバーンと変えてしまいました。ですか、はい、17世紀初期のね、うんえー、あの時の最高の棟梁っていうかあ大工さんこの方がお作りになってますからね最高傑作ですよ。僕は、えー、あの16世紀17世紀の,あの江戸初期の頃はですね、うん、私は日本の文化というのは、うん、本当の日本の文化が中国の文化から自立してできたその時の 水位がそこにあると思ってます。ですから、これは見るに値すると。それから、どうせ行くならですね。千百五十九段の。階段を登っていくと。一々ご苦労さん。ありがとうございました。その上にさらに。あの。そう、あの階段だって、地位のある方しかこう、あの上の方には行けなかったわけですからね。しかもね、こうぐる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 こういくでしょですから、途中でアーシントという時には。パッと振り向けば。 美しい姿は明るくなってると、まあこういうわけですよね。もう景色がいいし、そのあの施設それ自体も立派だとこういうわけです。まあ本当にそういったあのいろいろな文化資源、えっと建物もそうですし、まあ風景もそうですけれども、えたくさんありますからね。そうなんです。うん、まああの県内にお近くにあってるあるので、いつでも行けると思って行かないっていう方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひお年寄りもね、あの今はなくなってるけど、例えばその岩田みたいなところにはね、かつてそこにあの がいて国分寺もあって、うん、もう七重の塔などあったりしたり、うんうん、そういうのもあってですね、うん、私はこの東海道さすがにね歴史が古いですから、うん、あちらこちらにそうしたものが眠っていると。うん、でこれを もう一度掘り起こして、うん、でそれを結んでいくと、うん、なると文字通りの芸術回路になると、ね、確信していますそういったあの県内のいろんな文化資源をあの回るということで人の交流ということも当然起こってくるわけで,そう,で,でそうするとまた自分たちの街エリアを大事にしようとここを守っていこうこれをあのアピールしていこうそういう動きが起こるような,なんかこうですねか今富士の国文化資源データベース。うん これ1800件をインターネット上に公開しております、はい、名所旧、旧跡歴史的建造物、はいはい、伝統芸能、自然景観、食文化中津く食文化に至るまで、うん、写真入りで紹介しています、ええ、それからですね昨年は静岡県のすごい産業遺産という冊子を編んだんです、ええ、これはかなり大きな冊子で、で写真入りでですね、うん、大変好評で1巻が2巻になり、2巻が3巻になっています。はい、まあですから あのえー、これもですねあの観光協会がご利用してくださって、うん、ツアーを実施したりされているということですね、うん、大反響です。はい、それから今度はです、ね、やっぱり今度漫画ってのは日本の文化ですから<い>漫画で民話や昔話を紹介する電子ブック「漫画、うん、語り静岡」漫画語りを縮めまして「<い>漫画語り静岡」を配信しております。はいえー、これもでですすね、うん、あの県内でプロの漫画家を目指す皆さんが、うんあ 担当してくださってですね。うん、ゆかりの地を訪ねて歩けるという意味ですね。はい、それからですね。最近スマートフォンが流行ってますでしょ。うん、スマートフォンを使ったスタンプラリー巣ごめくり。富士山富士山は223と書きます。すごめくり富士山を解説いたしました。はい、いわゆるあの神の代詞を持ち歩くスタンプラリーっていうのがございますが。が、はい、今回はですね。文化資源の所在地に足を運んだことが gps を利用して。 自動的にに証明されるででで,こうしたわけでですすすそそううかんなしいこたわけねスマートフォンであるとかタブレット端末を時代に使う皆様方が多いと存じますけれどもそれらを地元の魅力に築く道具としてご使用いただければというふうに存じます。はいはいまあ、そういったようなあの文化資産をお関連させて巡るという試みもさまざまな団体が提供し始めているということですけれども。そうですね、うん やっぱりこれは大事なことはですね<い>うちはあのスパック、はいえー、静岡パフォーミングアーツ、えー、センターというのがございます。うん、この劇団スパックこれは劇場と劇団は静岡県しか持ってないんですよ。うん、でこのスパックがもうすでに創立15周年を迎えてますけども、うん、富士の国世界演劇祭2012これに絡めてですね、うん、日本平周辺の文化資源をめぐるバスツアーを、えー、企画してくださっています。はい、でこのスパックそれ自体が 世界に誇れるる文化資源と言えものです演劇というものは世界を見る窓だということで宮城さんが総監督でですね大変いいプログラムを作ってくださっているわけですね。それにまたいろいろ世界のアートの集団を迎えしたりして本当に世界的な交流も彼はもうコロンビアだか南米にも行ってですね高い評価を受けてるんですよ。ですからそののスパック 存在も実は世界的には我々富士の国に県民が知ってる以上に知られてると、うん、うこういう存在ですねはい、はい、うそうしてではい、はい、いろいろそのスパックの方たちも頑張ってくださってますしそういったバスツアーもそうなんですバスツアーもございますんでねあっまあですからその文化と自然の恵みを堪能できる富士の国にスパットを巡りというそういうバスツアーも、うんえー、スパックと一緒に 堪能できると、まあこういうわけでございます。はい、SPAC スパックどうぞよろしくお願いします。ねえ、ぜひあのご参加いただきたいと思います。いろんな形で活動していますので、はい、あまあこうやってあの皆さんにね、あの芸術回路廊、えー、より知っていただき、また参加していただき、あの自分たちの地域を愛するという、そしてあの他にアピールするそういったのきっかけになっていくといいですよね。そうですね。ね芸術も文化も、うんえー、素晴らしいという芸術はやっぱり十分条件で人が人として生きていくためにとても。 大事なのでですね、うん、これを、えー、掘り起こすと同時につないでいって、うん、そしてそれを発信していくというそういう試みが藤の国芸術回路でございますよろしくお願いします、えー、さてゴールデンウィークも終わりましたけれども知事は少しはゆっくりはできたりとか、えー、狩り沢に戻ったんですよね、えーえー、朝五時ぐらい赤いでしょ0度、えー、でしたよ <laughs>、ね、朝前見たらね、えー 浅間山見ながらね富士山のことを思い出して <laughs> <laughs> やっぱりね,ね,ね、えー、日本の中心ですね引きつける力があるところでございましたさ、えー、て、えー、次回の川勝知事のラジオトークは5月22日の火曜日の予定ですのでまたお待ちしております,あり,ますありがとうございました,ました、えー、川勝知事でしたこんにちは県庁ですこのコーナーは静岡県広報課がお送りしました